オファーが届いてもらった時は本当にやっぱ徹子さんの「窓際のトットちゃん」という徹子さんの小学時代を描くこのアニメの声ってなった時に本当に自分がやっぱずっと。 ずっと家族で見ていた黒柳徹子さんだったのでその中に入り込むその人生の中に飛び込ませていただくチャンスをもらえたっていうことは本当に嬉しかったこととやっぱ絶対に自分のこの声一つによってその徹子さんがあの流れてきたこのなんて小学校時代を絶対怪我したくないし自分のせいで何かあったら嫌だと思ったので本当に気をつけようっていろいろ思いました。それぐらい えカレンさんにとって黒柳さんはもう憧れの方憧れですし、はい、もう妖精のような方なのでどうやって自分みたいな人間がこの世界に入れるかなっていうのはすごい困ったたところでし徹子、はい、さんあの滝沢さんからは妖精のようで大好きで憧れの方というお話がありましたがいかがですかもう光栄でございます <laughs> 徹子さんから見て滝沢さんはどんな方でしょうか滝沢さんはねもう本当にね普段からあのお知り合いですけどもあの、まあ、純粋でそれからとってもなんて言ったらいいのかしら普通あんまりいない女の子のように思いますあのこういう、ね、あの純粋であの もう本当にあのちょっと形容しがたいんですけど、はい、あのまあかわいあいあの女の子は少ないと思いますけどそういう中の一人があの滝沢さんだと思います。<laughs> <laughs>